この町をちょっとでも豊かにする方法を考えたんですけど、うん、あないなと。ああってなったら、もう一か八かワンチャンを狙うしかないと、うんうん、私はどこでどう使われてもいいと思っていつも喋ってるんですよ、はい、居眠りをする、一般質問をしない、説明責任を果たさない、これこそ議会軽視の最たる例です。恥 という声が上がってもおかしくないと思います。今のメレックションは失礼であったならば訂正します。どうか恥だと思ってください。もうね、本当にエンジンかけましたね。そうですね。あそこはだいぶ気合を入れましたね。うん、もう本当に一線次第のここだとこれを外したらもう他にすればないかもしれないと思って。うん 考えて臨みましたしたそれこそあれは大体、まあ、原稿を読んではないんですが、はい、一旦作ってるんですよ僕は。はいはい、で古田さんも何かの番組でものすごい準備をするとおっしゃってたんですがその一部でもあの時は自分もできてたのかなというふうに。はい、であとはライブ感というのもおっしゃってたんですが、はい、そこで原稿を読んでたら熱が伝わらないこもらない、うん、気持ちも乗らないだと思うんですよ。うん、なのであそのでそ時は一旦原稿はもう伏せて えー、もう自分の中に入ってますので、はい、考えてきてたフレーズ「恥を知れ恥を」と言われても仕方がないかもしれないですよとうん、うん、どうか恥を知ってくださいってもう一回言ってるんですけど結局自分の言葉で言ってるんですけどでもさっきおっしゃったように少し品を添えて出しておけば、うん、これは後でテレビや、まあ、ネットで使われる時に使い勝手がいいんじゃないかな。いやあれはね <laughs> 立場の3点セットが見事だったんですよ <laughs> 恥を知れ恥をっていう。 昔から有名なの、ぶつけた後につなぎを入れて、ラーメンでいうと、かんすいにあたりますね、つなぎを入れて、そして、それを言葉をしっかりと知っていただきたいと思いますっておっしゃるでしょ、3点セットなんですよ、一人三役だいプロが、ここぞば,ばかりにたとえのスキルを振るわれましたね、<laughs> い<や>さっきワンサイドで負けましたから、刀のところで。もう今もうあ すごい例え話で返されて <laughs> <い>もう後悔さんですやいや僕あのもう一つ石丸さんの凄みをねこれはあのちょっと行政政治とちょっと違っちゃって申し訳ないんですけど、はい、話術で言うと石丸さんの今の訴求力の一端を僕はここがになってるなと思った欲、はい、なんですズバリでメリハリとかいろんな言い方ありますが欲用なんです、はい、僕だったら僕の方がアナウンサー出身だからオーソドックスだと思うんですよ欲用に関して。あ 中国新聞の方、ここはそういう場面じゃないんで、ちょっと出てってもらえますかって言っちゃいます。うん、中国新聞の方、ここはそういった議論の場ではないので、出て行ってくださいってあげるじゃないですか。もう真似になってないですけど、なんですよーっとこう、後ろに力点を置く。そしてまた低いところに入って、ぐーっと締めていく。これはどこで学んだんですか三菱 UFJ 教えないですよね、あんなこと。いや、そこで学んだんですよ。え <laughs> 銀行そんなことの抑揚は教えないじゃないですかでもそこで学びましたえどういうことですか前職が銀行員だったんですけど、はい、アナリストというポストだったんですねそうか、はい、で講演をして1時間のセミナーとかで、うん、いろんなところで話をして回るっていう役目だったんですよ、うんうん、そしたら年間まあ50か60回ぐらいプレゼンをするんです、うん、たっとい時に楽しい話じゃないんですよ、うん、アメリカ経済の先行きとか、ね、あのダウ平均株価の行く末とか、うん ね、しかも根拠って合ってないようなもんなんですから来週の株価1年後の株価誰も知らないし分からないんです、うん、それを寝ささずに聞かせる、うん、最後まで何、うん、な,なら確かに言う通りだと思わせるには、うんはい、使えるものを全部使わないとっていうその一つが抑揚でそれは僕がアナリストをやってる時に先輩のプレゼンを見て、うん、ああそうかと。うん つまんない話をく白くするには話術、うんまあ、というレベルではないかもしれないんですができることがあるんだなと学びました。うん、はああのねあのぐーん低いところからうんってなあれ突き詰めていくと高男子の世界でもそれはあの結構参考にするところがありますやっぱり話で稼いでる方、うんあまあ、実況の方がそうかもしれないですアナウンサーというよりも。 はい、ものすごいこうテンションをガッと上げるじゃないですか煽るじゃないですか、はい、あれれに憧れてますあのねただその実況 <laughs> 講談はちょっと置いて,て実況の自分の専門領域でいうとあの石丸市長のこう上げてから下げてから再度ブワッと上げていくこう指数関数的に上げていきますからああいうのはないんですよ。<ー>もっとね、はい、七五調なんですよ僕なんかの実況のスタイルなんていのは古いですから。 例えば F1 で新しい世界がその90年代目の前にあったとしても基本七五鳥なんですよ26台のマシーンが今ゆっくりとパレードラップの状態に入っておりますいわばウォームアップランであります26台の選手たちが今一同に関しまして26番目最高峰のグリッドに 位置についた。いよいよ戦いが始まる。モナコの陽光が指している左手地中海。さあ、グリーンフラックがってやっていくわけですよね。で、それは全部トトトン、トトトン、トトトン、トンと繰り返したんで、石丸市長はこう来て下げて、うわーっと中国新聞っていうところが、僕らはあそこまでブレイクスルーしないんです。ああ、いやでも、ここは、僕はそこがすごいと思う。違うのか。違うんです。でも、そうか、古舘さんのその実況のスケルというのはなんだろう、あの、 トランスミュージックみたいな、なんか、だんだん音がこう足されてって、キーも上がって、あ<ー>音も大きくなるみたいな、心地いいですよ。本当にトランスする感じの。ああ、そうですか。はい。あ、だとしたら、石丸市長のこの話術っていうか、抑揚は、完全に人をガーンと攻め込む時の一つのウェポンですよ。<laughs> それで、聴いてる方はインパクトがすごいです。気持ちいいどころじゃない。インパクトがすごいってこと。だから、気持ちよさとインパクトの、ここで分かれます。 あの、テクニシャンとパワーファイターの違い <laughs> こっちの方がエネルギッシュです。明らかに。ここが僕が石丸さんに、ちょっともう政治の話から離れちゃってね、議会から何から全てに申し訳ないんだけど、本当に離れちゃって引きつけられるところです。この人チェックせざるを得なくなっちゃうってい,いや嬉しい。僕、今日来てよかった <laughs> いや、すごいですよ。<laughs> 話のプロ中のプロの方に、お前の話ちょっといいかもって言われたら、 お前の話ちょっといいかもどころでそんな生意気なこと言ってないすごいなと思ってジャンル違いのものにものすごくやっぱり僕はリスペクトしますからね自分と同じだったら先輩風吹かそうってい,ういやらしさは出てくると思うけど石丸さんに対してみじんもないですよやっぱりあ違うジャンルで頑張ってらっしゃるから精神性もですよ今は欲よ,よってのはテクニカルな和やつな話に終始しちゃったけど精神性も僕は思うのはねやっぱりさっき言いかけましたけど 石さんが全部正しいいこととやってるとも思っててるも思ないですよ実は議会の中にも一理二理あるんだろうというようないやらしい年食った人間の考え方を持ってますところが本当に切実なまでにこの国政をそして地方自治体の政治を行政を変えなきゃいけないっていう切羽詰まった日本のね限界集落過疎化少子化高齢化っていうのがあった時にショック療法で嫌われてもいいからやるんだここは思いいっきりインパクトだっていう 心意気に惚れるんですよいやーそう言っていただけるとやってきてよかったかなこれでよかったのかなとちょっとこう自己肯定ができます本当ですか、はい、僕でも8月で人気ですよね今年のねどうするんですか出ていくんですかやるんですかお答えくださいお答えください うん、今検討を加速させて加速してるとこですね <laughs> でも一方でもうかまびすしく言われてるから言っちゃいますけども僕だけじゃないから国政すごいと思うんですよもうお誘いも含めていや全然国政の誘いはないですこれは本当にないです怖がってんのかな多分危ないから近づいちゃいけないって皆さんも分かってますよ、ね、野党も <laughs>、はい、であなんかあの石丸さん自身も言ってたじゃないですかどっかであの、えー、自分は規制政党にはまるかどうか、うん こう同じ志を持った人間で新たな結集、集団を作んないと無理かなみたいなことなんか言ってたと思うはい。その感じですか、やっぱり。そうですね。もし万が一、先法を譲って出るとすれば、ええ、はい。全国の同志を募って一斉放棄。かなこれは期待しますね <laughs>。今、一つのアイディアを申し上げたと。いや、これを言うことによってルフさせないと、<laughs> うんうん、そこに刺激を受けて、 はじく、わっとこうインスパイアされる人いないから、うん、で、先歩譲ってってとこに、先歩譲りすぎなので、あまりにも譲ってるんで、地球は丸いから、くーっと戻って、やっぱり利口するってことになるんですよ、先 <laughs> 歩譲ったの。これ何言ってももう逃げられない。結果的に。この魔術のトリックに今てる、ね、いや、だって、石丸さんのこのエネルギーからしたら結集できますし、うん、そういう同心も増えると思うし、 でもしかしたら規制政党でね自民党の中でももうね<ー>もう自民党自体も派閥云々で論点すげかえてる場合じゃないっていう無派閥であろうが今派閥にまだいる人であろうが僕若い人中心にあると思ういると思うんですよ与、はいね、党も野党も与党もいると思うんですよ僕はこの youtube の中で国民民主の玉木さんとかね自民党の石破さんとか それから立憲民主の野田さんとか議員会館まで行ってここでインタビューしてきてるんですけど、はい、このチャンネルで、本当にみんな面白いし、ね、時代の流れとパーンと出会い頭でマッチしたらもう一回ってエネルギー持ってくれてますよ。やっぱり、党派を超えてね、はい、わっと結集するときに石村さんの顔がそこにあってほしい。 あの、やっぱり橋本徹さんが大阪のね、はいはい、あの世界でもう、本当にもうあえてね、賛否両、善悪愛半ばで。 あそこまでやってきたところは正直尊敬してらっしゃるでしょう。はい、ものすごい尊敬します。あの普通は誰もできないことをやってのける。うん、これも尊敬しかないですね。憎まれようが叩かれようがですよね。やっぱそこ相当刺激受けましたか、あのアリオは。ですね。あのそれこそ記者会見のスタイルがちょっと似てるというふうにも言われるんですが、うんうん、あのメディアの方に容赦がないところ<う>ってあとメディアを敵にするね。あの敵にしようとやってるわけ。 ではないんですが、ええ、かなり橋本さんも意識はしてます<ー>、はい、このスタイルがあるんだなと、うん、それこそ一つの事例を作られたと思うんですよ、うん、あの方以外であれだけ絶望するときメディアとやりあってるって石原慎太郎さんぐらいそうです、ね、あんまり他では見受けないんですね,うですねもう本当に大阪の府知事の頃から市長に回ってっていう流れで言うと本当そうですね、うん、だから報道精神のや人から私やり合いましたもん <laughs> <laughs> やっぱ完全に、だからずっと根に持ってますから、<laughs> 本当に。ホーステ時代やら、で、ホーステのこともよく言ってくれてました。どうせこういう会見すると、またホーステで古谷さんが言うんだよ。で、怒ってましたから、こっちもよし乗ったろうと思いったやっぱりこう、どっかワクワクしちゃうっていうんですか。<laughs> あ、じゃ、本当にあの、こう敵視って言うんですか。うん、なんかこう。お互い認め合ってるようっ。っていうか、<laughs> あの、橋本さんどうだったかわかんないけど、俺は、あ、嬉しいっていうか、正直フラッチに嬉しいと思いました。 そうやって戦ってみせることがメディアの中でも必要でね、うん、それでどっちが正しいかゼ、ね、ロ100じゃないと思うんですよ、うん、どっちも悪いところとどっちもいいところを称えながら喧嘩するんだとしたらトークバトルするんだとしたらそれが一石を投じるわけじゃないですか考えるきっかけをね皆さんに持っていただこうこれはずるくてもいいぐらい僕は思ってましたからいやすごいでもそれこそ言論ですよねそうですよねあの無難なことを言ってなんだ嫌われたくないっていうのは、うん 人前に出るときに、何の役にも立たないと思うんですよ。ね、はい、だったら、家でのんびりしなさいよと思っちゃうので。うん、それだったら、好かれてもいいし、嫌われてもいいと、ただ。自分がどういうスタンスかっていうのを、明確にしてあげるのが。せめてもの役割なのかなとは思ってます。うん、いや、だから、秋田方という舞台を通じて、市民の方々もね。喜んでる方といい迷惑だって、いろんな人いると思う。はい、だけど。二万七千人、うん、だけど。 やっぱああいうものを SNS を通じてあからさまに見せつけられると戦っている市長そして抵抗勢力がいるっていうのを見てしまうとですねこれは強烈な刺激を受けますこういう小競り合いから一点突破全面展開が始まることをイメージしなきゃやってられないぐらい危機があるわけじゃないですか。はい、でそれで言うとね あの僕はちょっとどういう流れかわからないんですけど TikTok なんかの切り抜き切り抜き見てると石丸さんがいっぱい出てくるのはかなりチェックしてるんですけれども <laughs>、はい、楽しくそして興味深くチェックさせていただいてるんですがあの比較的若めの女性が駅前とかいろんな来た方の市民に「<laughs> はい、あの石丸姿勢どう,どう思います?」これ美術館もかなりストップされて「本当に憩いの場がなくなったのどう思います?」っつって別に自分の意見を前面に出さないで。 市場調あの世論調査みたいなことやる、はいはい、あ、あれどういう方なんですかああいう趣旨をいや私も存じ上げない、ええ、直接全く何の面識もない方なんですが、ええ、なぜかそういう活動をされていらっしゃる方が、ね、他にも実は何組かというかいらっしゃって。ね まあ、ネタになるものすごく僕はねああいうわけのわからない立ち位置で真剣にやられているユーチューバーと言っていいのかわかんないけどああいう人が秋田方に来て世論調査的なことをやってることで「石丸さんよかったね」と思ったの。で市民の方も本当に実直に僕が見てる限りではねいやきついですよ公共施設がねどん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 なくなっていくってのはきつい。 だけど変わらざるを得ないでしょうち財政ないですからってこううちっていう言い方をしてくれる人もいるんですねこの市に対してそれがある種の忘れかけてた共同愛が復活してるような気もして、うん、焚き火のような種火のような感じがしてあ石間さんが刺激出してるなと思ったんですよねあの本当になんですやっとこの2年3年かけて、うん、市民のまあ、結構な方が多くの方が、はい 秋田方市っていうのを自分とリンクさせてくれるようになったと「うん、うち」という言葉がなかなか今まで出なかったんですよ。はい、それは市役所の人間だったり市長だったり議員の問題であっててっっ止まっちゃってたんですね、うん、でも今はあれだけ僕が言ったのも聞いたのかもしれないんですがうちの町の財政ってどうだってなんとなくみんなもう分かってきてるんですね。うん、で今変えなきゃもうやばい。そこまでで理解が進んだので、うん これは一つ、まあ、達成感というんでしょうかうかかでできたかなと思う点ですね,そ,うですねでその人口が減っていけば交付金もその人口に合わせて減っていくわけででその今まで使い勝手がいい部分も箱物作ってりゃいいっていうもう時代は過ぎたわけで、はい、うわーもう一気やってほしいわ国政出てほしいわいやハ<あ>イブリッドもう両方 <laughs> 東京広島行ったり来たりといや もう腹は固めてるんですけどっちか。ね。もう言わなくて、そこはさすがに今言ったらハレーションを切りますから、私はそこを、あの、ガーシーじゃないんだからめくろうとは思わないわけですよ。でもなんかエネルギーだけは伝わってくるんですけどどっちに、ね、こっちに残るか。もっと頑張んなきゃいけないのか。はい、あるいは、あえてそこに背を向け、背を向けて言ったら、さよならして。 そして夕日に包まれながら東京へ出てくるのか。エンドロールじゃないですけや <laughs> いや,いやこっちで新たな物語始まる。まあまあ、最後終わった <laughs>。いやいや <laughs> <か>大丈夫だ。こっちは始まりますから。<laughs> あのシーズン2すぐ始まるシーズン2。覚悟を決めなきゃいけない時代だと思ってます。僕が本当にこの日本でやってほしいのは東京の解体です。ちょっと。 涙が <laughs> 出るぐらいあそういう生き方って本当にやっぱりあるんだと思って。うわ